こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。サッカースパイクの発送方法がわかりません。梱包材を無料で発送する方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画では、YouTube が質問来ましたので、ぜひね、回答させていただきます。はい。質問者の方は、梱包材を無料で発送したいということなんですが、まず、スーパーやドラッグストアですね。こちらの方に段ボールが置いてあります。で、サッカースパイクは80サイズで大丈夫ですので、ぜひね、こちらの方で無料でもらってきてください。はい。で、あと、梱包材ですね。これは、新聞紙とは、こちらもスーパーやドラッグストアに、緑のコンタですね。こちらに資源のゴミ、紙とか新聞紙ですね。こちら入ってますので、すべてね、無料で取ってきていて大丈夫です。はい。でもしね、恥ずかしい場合とか、朝とかね、夜中に取り行っても大丈夫ですので、ぜひね、こちらの方を利用していただければすべて無料です。その他ですね、喫茶店とかね、そういったところにもですね、新聞紙等があって、もし顔見知りの方でしたら、ただでもらうこともできますかと思います。はい。なので、ぜひね、そういった方をね、活用していただければ問題ないので、ぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニアをプレゼントします。その際にニックネームかスタンプお願いします。はい。あと、YouTuber からの質問一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録をします。よろしくお願いします。ありがとうございました。